こんにちは。こんにちは。今回は決算セールで特にお買い得な私たちのおすすめ商品を紹介したいと思います。ではどうぞ。成城石井自家製のミニパンオレザンセット8個で399円です。こちらは3種類のパンが入ったアソートパックです。で、中はミニパンオレザンが3つとミニクロワッサンが3つ、あとミニパンオショコラが2つ入っています、はい、ホテルのビュッフェ気分を味わえるような感覚で、それでいて1個50円なのですごくお得感もあります。週末の朝ごはんの楽しみなどに購入しています。はい、このパンは発酵バターを使用しているので香りがとにかくいいです。ヨーロッパでは主流の乳酸発酵させたバターなんですが、特に熱が入ると普通のバターよりぐんと香りが良くなります。発酵バターを使ったパンって市販ではなかなか見かけないですし、パン屋さんでも使っているところって結構限られるので、こういったスーパーで手軽に味わえるのはとてもいいんじゃないかと思います。3種類入っているので、この機会にいろいろな発酵バターパンで朝ごはんを少し贅沢にしてみてはいかがでしょうか。成城石井自家製のポークウィンナーとペッパーボロニアです。はい、でまずこのウィンナーは通常399円が359円になっていました。はい、まずこのポークウィンナーなんですが、成城石井の超定番商品で、化学調味料を使っていないシンプルな味わいが特徴です。巷によくある粗挽きジューシーという感じではなくて、肉の引きがかなり細かく油っぽさを感じにくい、毎日食べても飽きないようなウインナーです。意外とこういうシンプルなウインナーってあまりスーパーにはなくて、スパコも去年食べてハマったんですが、これだけを求めて成城石井に来る方も多いです。あとホームページ見ていただければわかるんですが、大手メーカーさんのウインナーってだいたいアメリカかカナダの豚肉を使ってるんですけど、この成城石井は冷凍していない国産 100% の豚肉を使っているので、その辺も安心してお召し上がりいただけると思います。食べ方なんですが、ウインナーって焼く方が多いと思うんですけど、繊細なウインナーなので一旦は茹でてマスタードなんかと食べることをお勧めしたいです。これ1本32円なので意外とリーズナブルかと思います、うん、食べたことないよという方は食べてみる価値はあると思います。はい、ペッパーボロニアは丸々1本初めて買いました、うん、こちら、400g で599円です。通常は899円なので、300円お得になっていました。はい、かなりお買い得です。こちらペッパーボロニア、イタリア生まれのソーセージで、モルタネラとも呼ばれるんですけど、温めなくてもそのまま召し上がれるソーセージです。使い方はお歳暮とかでよく来るブロックのローズハムみたいに、おつまみやサンドイッチもいいですし、サラダなんかにも使える、本当に食べ方が豊富なソーセージです。このボロニアも肉の引きが細かいので、そのまま食べても脂っこさを感じず美味しく召し上がれると思います。中にグリーンペッパーとか胡椒が入っていて、とてもいいアクセントになってます。こちらもポークウィンナー同様、化学調味料不使用で作られているので、豚肉の旨味が引き立つ、そんなソーセージです。ベルトゥーハイゼンカースのゴーダスライスチーズ、こちら359円です、はい、こちら10枚入っていました。はい、
この商品、ゴーダとエダムの2種類あるので好みで選ぶといいと思います。僕はこのゴーダのミルク感やコクが好きなのでこちらを買いました。オランダのチーズの生産量の約7割か8割ぐらいをこのエダムとゴーダの2種類が占めているほど、オランダを代表するチーズです。昔鎖国中の日本が唯一貿易をしていた国がこのオランダで、その時代からオランダのこのゴーダチーズ、日本人が食べていたそうです。その影響もあって日本のプロセスチーズと呼ばれるものはこのゴーダが多く使われています。なので日本ではとても食べ慣れている味のチーズとも言えます。一般的なスライスチーズってほぼプロセスチーズと呼ばれています。プロセスは際立った風味を抑えることで誰でも食べやすい味に仕上げているのに対して、このゴーダスライスはナチュラルチーズ 100% なので、余計なものを加えていない、余計な工程を加えていない分、より本格的な風味を味わえると思います。成城石井オリジナルの白菜キムチ699円です、はい、成城石井のキムチって決して安くないお値段なので、まあ、そんなに気軽には買えないんですが、うん、今回 100g 増量されていて 600g で699円でした、はい、まあ、これならまだ一般的な価格とそんなに変わらないんじゃないかなと思って購入しました。はい、この成城石井のキムチ本当に辛くないので、辛いのが得意じゃないよっていう方にもおすすめしてます。ヨンヤンという韓国の名産地の唐辛子を使っていて、この唐辛子の他にも野菜や果物、あと魚介の塩辛なんかの素材も使っているので、とても旨味が強いキムチとしてもおすすめします。魚介の旨味が強いので、そういった魚介の風味が好きな方は特に美味しく食べられるんじゃないかと思います。こういった韓国の原料を使っているといっても日本人好みの味に合わせているので、辛いとか酸っぱいとかそういったキムチが苦手な方でも美味しく召し上がれる、こんなところが人気の理由の一つかと思います。あとこの野菜がとってもシャキシャキしているので、もうそれが好きでもあります。はい、本当にいい意味で使っていない感じがして野菜がフレッシュなのがすごくわかると思います。レンキのガーキンス 280g で239円です、はい、こちらキュウリのピクルスです。これ成城石井オリジナルの方は食べたことがあって、まあ、美味しくてすごい好きなんですが、こちらは初めて買いました。でこの量で239円なのでとってもお得感があります。はい、このメーカー僕も初めてなんですけど、おそらく去年から発売しているもので、成城石井のものと比べてみたんですけど、こちら香料が入っていない無添加のものになってました。またこのガーキンスと、もう一つコルニッションっていうのがあるんですけど、ガーキンスが大きめ、コルニッションが小さめのキュウリのピクルスです、まあ、一般的な食べ方としたらこのガーキンスは、どちらかというとこのまま食べるっていうよりかはスライスしてハンバーガーに挟んだりとか、あと細かく刻んでタルタルソースにしたり、まあ、そういった食べ方があるので、少しコルニッションと比べるとやや柔らかめの食感かと思います。
はい、今回は決算セールで僕たちがおすすめする商品を紹介させていただきました。この他にもお買い得の商品いっぱいあるので、ぜひインターネット等でチラシも見ていただいて、お好きな商品探しに行ってみるのはいかがでしょうか。はい、今回はこちらで終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。